こんにちは。今回は本日から始まった新イベントについてです。おそらくですが、1日ごとにコンテンツが追加されます。イベントページでどれくらいで完了できるか不明確でした。イベントはこちらですね。原石や豪華な報酬がもらえますので、ぜひ進めておきましょう。前提条件は、ランク30以上、それと一つの世界任務が必要ですね。画面右下の任務へ進むから、会話系イベントを開始します。稲妻地方に NPC がいます。では会話系の後まで、大幅カットします。こちらの場所が会話後になります。まず、NPC からもらったアイテムを装備します。こちらのアイテムですね。イベントページで、初日の任務が確認できます。鉱物と花、果実をそれぞれ集めてきます。荒海近くで、すべての素材集められました。このワープの北側に鉱石。南側に行くと、花と果実が、見つかると思います。果実はラズベリーなどですね。稲妻地方以外で集めても、大丈夫かもです。すべて集めた後に、再度 NPC と会話しに行きます。それで1日目完了となります。会話最後の方に、続きは時間が必要だと教えてくれます。それでは今回は以上となります。ご質問などあれば、気軽にコメントください。ご視聴ありがとうございました。